どうもおはようございます。名古屋の伊藤です。おととい昨日に引き続き名古屋市緑区の滝の水公園やってきました。景色が綺麗ですね。ここは本当に。だからタイムラプスで朝日を綺麗に撮りたいんですよ。だけど2回連続で失敗しまして、今日は3回目の正直です。もう今日こそはちゃんと撮るよ。今朝の4時50分こんな感じです。昨日はちょっと朝日をズームで撮ろうと思って、ズームしたらその太陽の位置がずれてたっていう残念な失敗に終わりましたので、その昨日の失敗で太陽が昇ってくる位置ももう分かりました。というわけで今回こそちゃんと撮ります。昨日よりももっと暗くしていいと、それからもっとズームしていいと思ったんで、だいぶズームできる望遠ズーム持ってきました。レッツゴー。